それでは明日の早朝に辞させていただきます。ねえ、私はもう子はなせないのかしら。試してみればよろしいかと。帝の寵愛はついえたのに、私には翡翠の瞳も淡い髪もなくてよ。他のものがあれば問題ないかと。え？それだけの大きさはもとより、針、形は四方です。それではリファ様に伝えた置土産は、かつて遊郭の姉ちゃんたちが教えてくれた秘術である。残念ながらそれに足るような二つの果実は持ち合わせていないし。マオマオも覚えておいて損はないわよ。うーん、